カーゴトラムはかつてドイツの都市ドレスデンの路面電車で運行していた貨物列車に使用されていた電動貨車の名称。自動車メーカーのフォルクスワーゲンが生産する自動車の部品を輸送するため2001年に運用を開始したが生産体制の見直しに伴い2020年に営業運転を終了した。1997年から1998年にかけて 自動車メーカーのフォルクスワーゲンはドイツの都市ドレスデンにガラスの工場と呼ばれる大型高級セダンのフェートンをはじめとする自動車の生産工程が外部から目視できるガラス張りの工場を建設した。この工場は観光の目玉とする意味合いもあり、ドレスデン市内中心部に建設したが植物園や公園に囲まれた立地条件などが影響し、 工場で用いる部品を保管する倉庫は、工場から離れたフリードリヒスタット地区に設けられることになった。だが、両施設を結ぶ部品の輸送手段として、従来のトラック輸送を採用した場合、道路の混雑や排気ガス量の増加等が懸念された、ほか、ガラスの工場側にも、立地条件や環境対策により駐車できるトラックの数に制限が設けられていた。 そこで、両施設の近くに存在する路面電車の路線を活かし、部品を輸送する貨物列車を導入することが決定され、2000年3月3日にドレス電支電を運営するドレス電交通企業体とフォルクスワーゲンとの間で運行に関する契約が交わされた。この貨物列車の運用に向けて導入されたのがカーゴトラムである。製造に際しては、 ドイツ国内外の企業が参加した入札が実施された。あと、ゲルゼン・キルヒエンに本社を置くシャルカー・アイゼンヒュッテが担当することとなった。カーゴ・トラムは両端に連結された、運転台付きの車両と3両の中間車で構成された5両編成を基本とし、全車とも誘導電動機を拡大車に2機搭載した動力車であった。また、車両間は、 手動連結器や制御ケーブルで連結されていたほか、先頭車両の前面下部にあるカバーの内部は、緊急時に使用可能な連結器が収納されていた。運転台部分を除いた、車体側面は、カーテン状の防水シートで覆われており、前面を開くことで車内に積載された貨物を、フォークリフト等で容易に出し入れすることが、可能な構造となっていた。編成の最大積載荷重は六十トン。 容量は214立方メートルであり、18メートル級のトラック3台分という高い輸送力を誇っていた。運用に際して、車両の所有権はフォルクスワーゲンが有していた一方、車両の運行やメンテナンス、一編成につき350万マルクという製造費用の年出は、ドレスゲン交通企業体が実施した。最初の車両は2000年11月に、 ドレスデン市電へ納入され、試運転を経て、翌2001年3月1日から、フェートンの部品輸送用として、営業運転を開始した。フリードリヒュタットの部品倉庫とドレスデン工場の、ロジスティックスヤードの間、全長 5.5km の区間を結び、1日7往復が運行していた。この運用に向けて導入されたのは5両編成2本と、先頭車、 中間車の予備車、各1両、合計12両であったが、後年は5両編成1本のみが使用されていた。その後、ガラスの工場でのフェイトンの製造休止に伴い2016年から2017年にかけて一時運行が停止していたが、同年以降電気自動車の E ゴルフの部品を輸送するため1日3往復の運行を再開した。また、これに合わせて車体には、 いいゴルフの部品を運ぶことを示すイラストが描かれた。だが、電気自動車の ID3 に関して、製造拠点がドレスデンからツビッカウの工場へと、移管し、ドレスデンの倉庫、工場間の輸送量が大幅に減少することとなり、維持費の面で不利となる、カーゴトラムはトラックへ置き換えられることとなった。当初は2020年12月23日の、 最終列車運行が予定されていたが、12月10日に工場内で自動車との衝突事故が発生し、迅速な修復が困難であったことから当日をもって、カーゴトラムの運行は終了した。車両については、ドレス電交通企業体が購入した上で、事業用を含めた転用が検討されている。ありがとうございます。